戻るか。じゃあ俺も今日はこのパネル返したら帰るわ。時間もないのにそんなにのんびりしてるの？もう間に合わなくなっちゃうよ。うん、後ろに荷物も乗せてね。
何してるのかな。一番それに助けられてるのは直樹じゃないか。直樹も見てただろ、校門のところで変なのに捕まってさ。あ、いたいた、可愛い女の子。
蓮見台学園はここですかって聞いてくるから、付属なら坂を降りた隣だって言ったら怒るんだよ。でもうちの学園の制服は着てなかったよ。はい、みんな席についてください。新任でこの学園に来ました。クラスは受け持つのも初めてなんですが、頑張りますのでよろしくお願いします。俺はないからな、言っとくけど。じゃあ、お前はさっきの質問かな。それじゃあ、私は部活行くね。ちろん、今年は大豊作ってとこ。
違いだな。じゃあね。身長をストレートに質問したクズニ君と、私を不属性と間違えたヒロデ君ですね。はい。ええ、3月で定年退職してますけど。実は私が徳山先生の後を継いで天文部の顧問をすることになりました。部長はどちらになったんですか？そうなんだ、よろしくね。はい、こちらこそ。徳山先生からは機材なんかも預かってるんですけど、もしかして物質が。いや、そのやる気はあるんですが。星はいいぞ、天文部はくれぐれも潰さんでくれよって徳山先生に頼まれたんです。それでまずは普段の活動を見せてもらおうかと思いまして。恥ずかしながら久住君の言う通りです。幽霊部員も会費だけは徴収できるんで助かっちゃいるんですが。全員がどこかに所属しなくちゃいけないんですよね。活動場所と言ってくれ。物質はなくなったんですか？それはその、何も活動してなかったからですよ。お前何でも隠さなすぎ。まあまあ、座りませんか？するんですか？